こんにちは一枚板専門店アロアトの中野です本日ご紹介する1枚板欅です商品番号が KY-504 です欅の504番です、はい、まずはサイズを測ります長さがですねちょうどこっちの一番端っこで1710 1m71 です で幅ね、ここちょっとここはどう測ればいいかわからないんですけどちょっとまあこの辺で測ると3 0、まあ、ゼゼ0から3 0ンチぐらいここで3 0チ三3 0ンチですで、ま、あの真ん中あたり真ん中あたりがこの辺ですね8 0ンチありますで一番端っこ7 4チで厚みですね厚みが 五十一、五点一センチあります。はい、で、まあ、この欅なんですけど、実はもう樹齢三百年ものの欅です。はい、で、この木は本当直径がね、一メートル二十ぐらい、こんな大きな。こんな大きな欅から取れた木です。で、こんな大きな欅の、あの外側の方を。製材といって、こう板状にスライス。こう木が立ってて。 倒せそれをこうやってスライスするんですけどあの外側の方をスライスしたのでこういうなんかサーフボードみたいな形に仕上がりましたほんこれもね天然の形とあと製するねこの向きですよねこういう向きにしてスパッと決めるとこういう形になります、はい、でこのねやっぱね高樹齢すごい樹齢があのー。 立ってる欅っていうのはこの木目が圧倒的に細かいんですよね。ちょっと本当に見てもらうとわかるんですけど、一番本当この辺がわかりやすいですかね。この黒い線一本が樹齢一年な一一年なんですよ。ここからここだけでも本当に50年ぐらい経ってます。数えると、もう数えるのがこんななぐらい細かいです。 ね本当これはあの木の外側なのでもっと木の中心って言ったらもうこんな大きなこんなおきな丸とやったので木の中心やったらもっと細かい木目ですはい、であのこういうのこういう毛すごい木目の細かい毛やきっていうのはまああの本毛やきとか言って毛やきの中でももう最高ランクに入る本毛やきとよく言われてますはいま本当この毛やきで あのこういう形ですよね。で1700なので一人座って二人座ってですかね。でそっちも一人二人のゆったり四人掛けテーブルいいかなと思います。例えばこっちにねキッチンがあってキッチンのドンドンとつけてねこういうダイニングダイニングテーブルに面白いかなと思います。でこっちもねなんかこの形だからこそなんか この動線がいいですよね歩きやすいかもしれないです。でもしくはちょっとこれはねめちゃめちゃ贅沢たあな使い方なんですけど一人掛けのパソコンディスクとかにもいいかなと思います。こういう,こ,う,いうこ,のこの形なのでなんかねそういうアイデア次第でそういう贅沢なパソコンディスクにもあの使用できるかなと思ってます。 まあこういう長さが1メートル70のこういう形を待っていました。っていう方にはあのおすすめですので、ぜひご検討ください。よろしくお願いします。